ジビル・ラウドニーネは、リトアニア・リートゥス出身の元ボディビルダーであり、プロレスラーである。アメリカ合衆国のプロレス団体 WWE に、所属時にはアクサナのリングネームで活動していた。プロレスラーになる以前は、ボディビルダー、フィットネスモデル、及びパーソナルトレーナーとしても活躍。1999年にアイフ部、ヨーロピアンフィットネスコンテストで17歳で最年少。 優勝という記録を樹立。2009年には、アイフブ・アーノルド・クラシックコンテストで優勝。他、多数のコンテストで優勝している。2009年11月に WWE とディベロップメント契約を交わし、オルガというリングネームで、FCW のハウスショーで行われた、ハロウィーンコスチュームコンテストにてデビュー。テレビショーでの登場に合わせて、現在のリングネームである。 アクサナに変更。精神病患者のギミックであったイーライ・コットンウッドに一目惚れされしまい、無理やりマネージャーとされるストーリーを展開。2010年にストーリーが終了し、FCW フロリノディーバズ王座に挑戦。マイクが得意なことから、FCW の番組内でアクサナショーなるインタビューコーナーのホストを務めた。8月、NXT のシーズン3に、 ルーキーとして参加。ゴールダストをプロに迎える。当初は、指定関係であったが次第にゴールダストが恋愛対象として見るようになり、アクサナもそれを答えるようになる。ゴールダストがミリオンダラーベルトを強奪したのをきっかけに、テッドデビアスジュニアマディースとの交渉を開始。10月19日の放送において、ゴールダストが国外退去の危機にあるアクサナを救うために、 プロポーズをし、11月2日に、リング上で、結婚式を行うことになる。この時ゴールダストの父である、ダスティ・ローデス、弟である、コーディ・ローデスも出席する。結婚式の最中にデビアス・ジュニアとマリースが邪魔に、来るが、神父に、テッド・デビアスが登場。順調に式が進み、誓いのキスを行おうとした瞬間、アクサナが、ゴールダストに、平手打ちを放ち、 ミリオンダラーベルトを独占。11月15日、オールドスクールエディションと銘打って行われた、スペシャル版の RAW で、ゴールダストに取り返される。その後、ゴールダストは、正当な持ち主であるゲビアスに変換し、構想は終了した。その後構想が終了した煽りを受け、立場が微妙になってしまったこともあり4位という結果に、終わった。2011年2月3日に、 FCW の工業でローザ・メンデスを破り、クイーン・オブ・ FCW のタイトルを獲得した。また4月7日にはアージを下し、FCW フロリノ・ディーバズ・オーザを獲得した。この時点でクイーン・オブ・ FCW も保持していたため、団体史上初の二冠女王となった。8月5日、スマックダウンのオフィスに黒髪姿で登場した。持ち前の美貌で、 テディロングを魅了し、ベビーでデビュー。不調のナタリアをあっさり丸フホールして、勝利を飾る。その後は、ロングと恋愛ギミックを重ねながら、彼の関わる試合をセコンドとしてサポート。2012年、レッスルマニア28の12人タッグ戦にて、ジョニー軍に、ロング軍が敗れ、ロングが GM の座を下ろされてしまったことで彼を見捨て、昔から恋人だったアントニオセザーロに乗り換え、 彼のセコンドにつく。8月のサマースラムにて、US 王者 3T のマレラ戦でのアシストもあって、セザーロを US 王座につかせたが、そのしばらく後のマレラ戦では、アシストに失敗し、セザーロを敗戦させたために、一方的に振られてしまった。また、イブトーレスの依頼で、ディーバを王座戦直前に、ケイトリンを襲うなど卑怯な行動も行っているが、特に咎められはしなかった。 WWE でのキャリア終盤は主にアリシア・フォックスと組むことが多かったが、2014年6月12日に WWE の公式サイトにて対談することが発表された。それに前後して暴走したアリシアに散々ラメに合わされ、6月13日放送のスマックダウンにてアリシアとの最後の試合に敗れた。ありがとうございます。